どうもこんにちは、劇団スタジオのゆうやです。今日は私がいぶかしんでいった商品を、いぶかしんで怪しいな、怪しいな、でも気になるなと思ってた商品を買ったんで、はい、ちょっとそれをテストしたい、いきたいなという。ほうほう、これはね、あのね、靴にかけるレインカバー。ほう、で、そのまま歩けるし、はあ、全部の靴が防水の靴になるっていう。へー、靴を丸ごと覆うみたいなこと。で、俺昔からその気になってたんだけど、はい、どうせすぐ壊れんでしょとか、うんうん、歩けないんでしょとかいろいろ思ってたんだけど、はい、でも気になってたから、うん、ちょっと自転車にもいいかなと思って買ってみたんです。なるほどね。だからまずこの動画は、うん、この靴にこのカバーがはまらなかった場合、今日ここで動画終わるからね。今は信じられないですけど、終わるかもしれないけど。でもフリーサイズなんですよね。どんな靴にもってことは。いや、すごいサイズ展開があって、あ、一応ちゃんとここの幅と、はい、ここの幅と測ったの一応。あ、でこれは 3XL。 3XL 結構でかい、結構ね、大きいサイズなんですけど、まあこういう形のものになってて、靴のサイズに、あ、思ってたんと違う。後ろもちゃんと一応こうちょっとソールっぽくなってんだけど、本当だ、めっちゃ軽いのよ。めちゃくちゃ軽いの、こんなコンパクトになるし。キャンプ行ってんじゃないですか、私。はい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 。その時にこれが1個あればゴアテックスとかじゃなくてもいいじゃんっていうことで。これどういうこと、すげえな。すごいっしょ。あれ、ちょっと待って、なんかさ、上から、あ、え、怪しいな、怪しい、怪しい、入るかな。お、入った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 。いや、かかとが、え、かかとがギリギリ、あ、入った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 。おお。え、なんかちゃんとしてない？うん。見た目はちゃんとしてるっぽく見えるけど、うん、靴はもう一気にダサくなったけどね。そこはいいだろ。それはいいだろ。なんか結構かっこいい靴だなと思ったのに一気にもダサくなったけど。え、これ結構画期的なんじゃない？なんか俺上からさ、なんかその。うん、カッパの下みたいに、なんか上からただカバーかけるだけなのかと思ったら、すっぽり覆うタイプなの。すっぽり覆うタイプなの。だからちゃんと防水、もう絶対に濡れないって言われる。それすげえわ。ちょっと履いてみますね。はい。おお、ほう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 。で、これで、うん、どういう感じ、どういう感じですね。ジッパーを閉めます。まずね、ここ、まずここチャックです。はい。で、ここがこう絞れるようになって、あー、なるほど。一応ね、申し訳ない程度に、じゃあこう一応縛りますが、はいはいはい。で、さらにこのこういうものが付属してて、ゴム、そう、ここにこう一個パチンと、はい、でこうこっちにこうパチン。何これは、何よ。あ、紐が、紐が、あ、関係ない。まあまあまあ、こうしたとしてもいいんですけど、まあまあ形を整える、なんか見た目の、うん、そうか、雨がね、くしゃーとなってしまわないように足首のところが。あれ、思ったよりしっかりしてるし、うん、いつもと同じお靴履いてる感覚だから、ちょっと一回歩いてみるけどね。歩いてみないとね。そっか、もうこれね、ゴアテックスの靴じゃなくていいってことか。もう好きな靴を履いて雨の日でも、そうよ、通勤通学ができる。急な雨に対応できるのよ。山にも遊びに行けるってことか。そう、山はすぐ破れる気がするけど俺はね。え、これはだからそもそも何、うん、キャンプ用品じゃないわけ。そのキャンプ用品じゃないですね。チャリ用品ってこと。何用品、何でも用品。電車の人でもいいし、カッパのあれか、自転車の人でもいいし、レインコートの足盤ってことか。そう、単純にだからレインコートの、そう、シューズレインコート。へー、ちょっとこうサムネで撮っておいてもらっていいですか。あー、なるほど。うん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 、こういう見た目になると、あれ、大丈夫。ケンちゃん、うん、思ってたよりすげえいいわ。ちょっとあれ、まあ新品だからまだ。いやー、まあゆうやさんも後でこの動画見ると思うんだけど。ああ、何、すげえいいわ。思ってるよりダサいよ。マジか。だから長靴履いてるっぽくちょっと、うん、長靴よりもなんかその、何履いてんのって感じ。そうそう、な、何あいつ、ちょっと気持ち悪いみたいな。気持ち悪いまで言っちゃったか。なんか変なんだよ、そのサイズ感が。やっぱり足だけめっちゃでかいなみたいな。ああ、靴がでけえんだ、すげえ。うん、まあでも実際の雨の時は、はい、ほら、レインコート、あー、まあまあそうか、パンツも履いて上も着てるから、言ったらね、全身ゴテゴテしてるわけだもんね。
そうチャリのめちゃくちゃ寒い時の暴風対策にもなるなと思って。ああまあ確かに、うん、足から冷えますもんね。そうなんですよ。でも風通さないと思うから、水通さないから。あれ思ったよりしっかりしてるんだ。これ1000いくらよ。あ、へえ、そんな高くね。そうで、安い。ほんとにちっちゃくなるから、もうこうやって折りたたまれて、こんぐらいのこの薄さでなるからさ。へえ、めっちゃいいじゃん。アマゾンで買えるの？アマゾンでリンク貼っておきます。へえ、これでせっかくなんでね、風呂場でちゃんと濡れないかどうか、ね、濡れないかどうかっていうのを確かめようと思う。グリップ力はどうなの？そのさ、元の靴はいい靴なわけでしょ。それはあなたのさじ加減でしょ、そのえ、バッシュぐらい止まるの？あのね、思ってる以上に止まる。あ、そうなんだ。中に履いてる靴と、うん、こいつと、うん、ちょっとその隙間マジない。あ、そうなんだ、うん、ぴったり。はあ、じゃあ中でずれるみたいな感覚じゃないってことね。全くない。そこだね、そこはじゃあいいんだ。じゃあちょっとアンバランスだ、これいただいた可愛い靴下なんですけど。あ、ほんとだ、いただき物なんですけど、もらった靴下。ちょっとこの辺り、はい、水かけてもらって、完全防水で。あ、いいんですね、わかりました。シャワー、風呂場に行きましょう。わかりました。いや、これすげえ、思ってたより全然いいわ。うんうんうん。あとはその耐水、撥水、耐水か、防水がどれぐらい持つのかっていうのも気になるけどね。じゃあもうめちゃくちゃ強いんで、はい、ちょっとかけて、こんぐらいかな、こういう感じでね。全然大丈夫。あ、全然。え、これ弾いてる？もう全く弾いてない。本当だ本当だ。中は？え、全然だよマジで。あ、すげえ。いやでもそりゃそうか、そうじゃなきゃね、そうじゃなきゃ意味ないから。これ結構水でも滑らない。あ、まあ、あんまり滑らんじゃん。まあまあまあ、悪くはないじゃん。いいじゃんいいじゃん、いいじゃんこれ。いや、入ってる間ケイちゃん、ちょっとケイちゃん、ちょっとケイちゃん、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 あー、ダメじゃん、濡れてる濡れてるじゃん。え、何やってんの？濡れてるじゃん。ここは濡れるじゃん。ここは。ここは濡れるじゃん。ここは中の靴まで濡れるじゃん。ここは。ここ皆さん見て、ここはここ。あの、俺これさ。帰れる？帰れる？大丈夫？これマジで言って、ちょっとこれ、ストップストップストップ。何？俺本当にバカだ。俺今日このカメラ回る前にさ、ケンちゃんにさ。今日の動画ではこの間にさ、ちょっとかけてねって言った、うん、濡れてもいいからって言ってたよ、うん、俺本当に頭が悪かったんだけど、うん、靴履いてるっていうことを忘れてたんだ。俺今日この靴で帰るんだよ。いや、俺はそれは知ってたよ。だからで、俺明日延岡にこの靴で行くつもりなの。ちょっと待って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 、あれでしょ、どうせなんか乾かす用のグッズも買ってんでしょ。ないない、マジで本当に惜しくない。終わった。ああ、結構濡れてた今。終わった。水がびっちょびちょだ。いや、そんなことないよ、大丈夫だよ。終わった。ドライヤーで乾かして乾かして。本当に間違えた。動画用じゃない、本当に間違えた。そう、誕生日配信で買った靴だから、あ、絶対ゆうさん今一番気に入ってる靴だなと思いながら見てたよ。落ち込んでんじゃないよ。ということで、はい、こちらの防水シューズカバーのご紹介でした。なるほど。あの、案外おすすめでした。こういう、でもこういう失敗だけは起こさないでって、そういう、確かにね、そう、濡れたら中身もおじゃんっていうことか。そうだね。でも、いや、ゴアテックス履かなくていいっていうのはすげえ画期的だよ。履きたい靴が履けるっていう。そうそうそう、旅とかの撮影だったらさ、うん、あ、一応じゃあゴアテックスで行くかみたいな気持ちになるもんね。なる。まあ別にゴアテックスで行けばいいんだけど。ゴアテックスがあるなら。そう、そうでした。じゃあ、延岡の動画もいずれ何かしらで上がると思うけど、はい、そうですね。俺がこの靴履いてるかどうかも楽しみにしてるけど。確かに。あいつ諦めたなってなるからね。明日の朝出発ですね。はい、じゃあ延岡、俺とケンちゃんも達也さんに続いて行ってきまーす。